私たちはさらにいかなる災害が自分の身に降りかかろうとも、事前にそれに対して認識、まあ、こういう講座で認識を高めることにより、とっさの判断力、瞬時に最善の対応できるしておくことが今後必要かと思って、この講座を開講しました。震災で改めて、認識されたのは自助努力だということだと思います。それで、そのためには災害の全体像を大まかに知っておくというのは大事かな。それで今回はハード面だけでなくて、ソフト面もどう予防計画がなされているのか、そして、実際に災害が起きた緊急時の対応はどのような形でなされるのかと、そういうのを分かりやすく理解できるようにということで話しました。地震について言いますと、自分の住まいが安全かどうかと、で昭和56年に耐震設計が変わってます。それで昭和56年以前かどうか、それを調べて、もし56年以前の建物であれば耐震が大丈夫かどうかのチェックをすると、それで至らない部分があれば補強をするというようなことを考えられたらよろしいかと思います。また家具等についての倒れないような対応だとか、火災に対する対応だとか、そういったものも義務化になってますので進めていくというのは大事かなと。私佐野浜で津波に遭ってるんですけど、でも5分後に逃げたので、だからやっぱりそういうのをどんどんきちんと、なんていうかな、自分でこう繰り返して、あ、やっぱし忘れてはいけないし、やっぱし役立てようっていうか、ちょっとだんだんこうね、舐めてきてるって言うんですか、ちょっとあるんですよ、毎日こう生活に追われて。なので、あ、そういう機会だと思ってここに申し込んだんですよ。でもきっとまとめになりました、きっちりと頭の中で。行政から支援はどういうふうにしてくるのかとか、とてもよく分かってよかったですよ。